ホワイトホールビルはニューヨーク市マンハッタンに建つ高層ビルである。ローアーマンハッタンのバッテリーパークから通りを挟んだ向かいのバッテリー通り17号に位置する。高さは20階建ての79メートルで1904年に竣工した。ホワイトホールビルは建築会 N ヘンリー・ハーデンワーグによって設計され1902から1904年の期間でオフィスビルとして建設された。 このビルの名前は17世紀このビルの近くに位置していたピーター・ストイフェさんとが住んでいた地、ホワイトホールから取られている。このビルは1999年にアパートとして使われるようになった。20世紀半ば頃、このビルをオフィスとして使っていた企業にタグボートの船団を運営していたボラントウイングカンパニーがある。無線呼び出しがまだなかった頃、 人がこのビルの高所から望遠鏡で近づいてくる船を見張って6フィート台のメガホンを使ってモランのタグボートがバッテリーパークのドックに入り船できるよう叫んで指示を出していた。クレーターホワイトホールとして知られる別館は31階建て129メートルの高層ビルである。住所はワシントン通り26号でホワイトホールビルの北隣に位置している。このビルは ホワイトホールビルが好評だったことから、その拡張として EN ・クリントンラッセルの建築設計事務所による設計で1908から1910年の期間で建設された。竣工した当時はニューヨーク市で最大のオフィスビルだった。1910年の技術記録によると、二つのビルを合わせた総敷地面積は51,515平方フィートであった。 これらのビルは共に EN、ジョージ・エイ・フラー・カンパニーによって建設された。これらのビルは共にニューヨーク市歴史建造物保存委員会によって2000年2月8日にニューヨーク市歴史建造物として指定された。ありがとうございます。